待って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 、切り落としてくださいと書いてあるから、レバー包丁で切り落とし、これでも落ちるな。さあ、この腹に向かって麺に向かって切り込み入れていきます。で、味が切り込みやすくなりますね。腹じゃなくて背中からやってた。はい、ニンニクを切ります。で、芯を取りまして。潰します。そして、スライスして。はい。辛いニンニクがここに出て、唐辛子がこの辛いやつ。はい、オリーブオイルを、はい、大さじ1杯入れます。回して、さあ、盛り付けでーす。このままね、ひたすと、手が戻る。そして、こちらは、このタイプ。はい、完成。